やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。よーし、やっと食える。ちょっとここ何日間か塩抜きをして絞っていたので、何食おうかな。ロッテリア新種なんか出てんの？新種っておかしくねえ、なんか言い方すげえ。待って、7月4日から発売してるやつがいいじゃん。見て、ネギ塩牛カルビ。いやー、なんか怪しくない？美味しいかな？ね、俺美味しくないとやらんだけど。ネギ塩牛カルビなら吉野家の方がいいよ。ちょっとバーガー系、待って、俺吉野家食べよっかな。俺吉野家行っていいっすか？はぁ、あ、あーやっちゃった、あーやっちゃった。今の俺の腹覚えてね、今の俺の腹。打ち込みます。というわけで皆さん、まずは牛丼の網、そしてネギ塩牛丼でございますね。ネギ塩豚丼だ、牛丼。あー牛丼だ、うわー。ね、牛丼匂いやばいんやが。あー節制した甲斐がありました。はい、卵もかけて、うわー、いただいてよろしいでしょうか。いただきます。あーすごいね、牛丼って。このさ、牛丼チェーン店のさ、そうめんみたいなすすれる肉、こんな肉ある？薄っぺらい、このペラペラのこの肉見てよ。すすりながら食うんですね。あー、もう卵もよくない？あー、ごちそうさま。次はネギ塩並みいただきます。俺豚の方が好き。うー、若干胡椒も効いてんのよ。さっきの半分の卵をちょっと乗せてね、溶き卵を。豚です、いただきます。うん、うまっ、幸せ。意外と食感がある。吉野家もうまいね。あいつも牛丼松屋派だったけど、吉野家おいしいわ本当にね。俺毎日のように豚丼食べてたの、松屋の。でも俺が中学生の時ぐらいで松屋から豚丼がなくなっちゃって、なんでだったんだろう。いやー感動だね。はい、じゃあちょっと贅沢ということでもう一つ頼ませていただきました。3つ目、
じゃん。うなぎでございます。うわー、タレの香りが。まあ、この時期にはうなぎが食べたくなりますね。ということで、僕うなぎ大好物なんで、いただきます。あ、結構厚みがあるわ、肉ちゃんとしてる。全部ふわふわ系のうなぎじゃなくて、外が結構重量感ある。歯ごたえがあるんだけど、中ちゃんとふわっとしてるわ。ああ、おいしい。これよな、うなぎはこの汚れた白米がさ、今日だけはね、素直にいきましょう。ごちそうさまでした。カレーだったらいけたな。今腹は8分目ぐらいだわ。なんかデザートないかな。なんか俺アイスとか買ってねえのかな。いつかの俺ありがとうすぎる。うわー、ここでアイス飲みですか、スタさん。食事ってデザート込みだわ。これ死ぬほどうめえわ。フルーツ系が好きなんだよね。ガツンとみかんとかさ。パワーになるな。みんなも牛丼食ってみて。パワーが足りないときに膨れてお腹みたい。いやでも俺今日まだ入る腹だから、そんなかも。アイス食べて思ったけど、まだ7分目ぐらいだわ。あと1個入る、なんか、吉野家の。あと1個入れたらパンパンだね。俺、牛丼って俺4ついけんだな。今日で分かったわ。空腹から満パンまでって、牛丼並み4つだ。逆に塩抜きしてるときって何食べてるの？こういうの2日間か3日間ぐらい食事はさつまいもとバナナとリンゴ3食。そうだね。で、納豆にもタレかけない。卵かけご飯に醤油かけない。昼ぐらいに本当にちょっとだけ塩をなめる、ちょんってじゃないと夏はね、歩いてるだけで足つっちゃうんだよね。俺ほどやんなくていいけど、デートの前日とかに塩をね控えめにしてごらん。普段は自分ってむくんでんだってめっちゃ思う。すげえシュッとすっから。必要最低限っていうか、必要とされてるその塩分量って本当に指に乗るぐらいなの。こんぐらいなのね。なのに今おにぎり1個とかでこの塩分量とか越しちゃうから。日本人の食事って、特に日本食とか好きな人って塩分もりもりなわけよ。キュウリの漬物とか美味しいじゃん。俺も大好き。鮭も美味しいじゃん。で、味噌汁にも塩分入ってるでしょ。刺身にも醤油をつけるしさ。で、そういうのをね、たまにちょんって抜いてみるとジュッていくよ。日本人は特にむくみ取りやすい。大切な日の前日、できたら2日前から普段つけてる量とかの塩分を半分にするだけで超変わる。やってみてください。もう言うや、お腹いっぱい、血糖値ぶち上がり。今日の配信は終わり。おまがポン。お疲れ様でした、皆さん。皆さんもいい夏をお過ごしください。また明日。さよなら。